クそつまんねえノーハンドルでゴールまで一直線だよこれもはやこれ車体の性能バトルじゃんそれになんでこいつこんなずっとハイテンションでいられんだよカーブのない一本道で運転してねえんだぞ薬でもやってんのかほうなかなかの腕前ですね<え>失礼ながら後ろからあなたのプレイをずっと見させてもらいましたなーーまあ別にそれは構わないけどあんまり俺の頭ジロジロ見ないでくれる恥ずかしいからそれは全く見てませんでした逆に申し訳ないですならよかったスカスカですもんね髪の毛なちょっと前髪薄いだけだ てかバッチリ見てんじゃん。そんなことより、そんなことより、中盤からまさかのノーハンドル、中盤あたりから俺のハンドル操作いらないことに気づいたからな、そしてそのままゴールまでフィニッシュ、とんでもないハンドルさばきですよ。だからハンドルさばいてないんだけど、こんなプレイ、今まで見たことがない、本当に俺のプレイ見てた、とんでもないハンドルさばきでノーハンドル、ドギモ抜かれましたよ。自分で言っててごちゃごちゃに矛盾してるの分かってるだろう、お前。俺も自分で何言ってんのか、だんだん分かんなくなってきたわ。 どうです私と視線やりませんかやだよもういいよこれはだってゲームになんないもんう僕と勝負してもゲームにはならないとそこまでの自信があるってわけですねゲーム自体に問題があるからなんだけどお前にもなんか問題がありそうだな僕はね昔はマリカーで全国出てたくらいなんですよ普通にすげえなちなみに僕の記録は全国ベスト98万4321普通にすごくなかったわオンラインバトルランキングで全国出てたって言っちゃう人かめちゃくちゃ痛いなそういえばちょっと腰も痛くなってきたしそろそろ帰ろうかな逃がさねえよタコ タコってなんだ俺のことか状況的に俺しかいないかおっとついすみませんね。今日は数年ぶりにこのゲームセンターでマリカーを目にしたもんですから、久々に血がたぎってしまったね。たぎる要素あったかな大人げないのは承知ですが、さっきのあなたのプレイを見て、全力でやりたくなってしまったんです。さっきの見てたならいろいろ疑問が出るだろう。さしてくれよ。あなたの無駄のない華麗なレーシングに心を打たれたんです。そりゃ全自動だからな。タスみたいなもんだわ。それじゃあお手柔らかに。おい待て、こいつはお前が思ってるようなゲームじゃねえのよ。さっきの話聞 聞いてました俺の話も聞いてた僕は昔全国ランカーだったんですよお前はランカーとか絶対に言っちゃいけない人だからだてか俺の話だけなんでさっきからスルーされてんのあれ俺ミュートになってる むしろ僕よりこのゲームに詳しい人間はいませんよ。腐るほどいるだろう。あとこれもはや別ゲーになってるから、詳しい人間ほどドンビクぞ。詳しくない人間の俺がドンビいてるから、人間そこは疑問に持つところじゃないだろう。マリカーはシリーズを重ねるごとに、確かに別ゲーのようなクオリティを維持してきました。そういう意味ではあなたの言うとおり、別ゲーと称していいかもしれませんね。違えよ仕様がまるっと変わってクソゲーになりたかったんだよおっともうそれ以上は言わせませんよ。もう全部言ったよ。さっきあなたクソがなんとかって言いましたよね。まあクソゲーな。僕はさっきクソ済ませたばかりなんで、途中トイレに,に 逃げ出すななんんててつままらいいことはししせんよ安心してくださいどのタイミングで突然耳が遠くなったあ俺もなんだかクソしたくなってきた。おれ分ぶちのトイレじゃないと落ち着いてできないから家に帰らないとあなたみたいな人かどうかも怪しい人権がない人どう見ても家なんて持ってないでしょう。すごい失礼だけど事実そうだから何も言えない悔しいからおまんちのトイレでクソするわ。これでおわいこら。なんなんですかおわいこって。わかりました。あなたがそこまで言うのならここは賭けをしましょう。賭けだともしあなたが私に勝つことができたらトイレをお貸ししましょう。まず俺の肛門が一ちも耐えられなさそうなんだけど。 しかし万が一にでも僕が勝った場合は俺の肛門の耐久値はこのままガン無しするってことを先ほどの言葉取り消してもらいましょう先ほどの言葉ってのはなんだこの紙芸をクソ芸呼ばわりしたことについてですまあそれぐらいなら全然いいけどなんだこれ俺いらねえじゃんクソ芸じゃんいや紙芸だったなこれまだ見る楽力を 「滑るわ脇愉快な暴力だけ散らさ」「不安定な夢を抱きしめろ」「先生第二期隊須藤君一の日常」